どうもアリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で今回は、試練の迷宮ですね。試練の迷宮ネストラの試練の、ステージ5の方に行ってみたいと思います。でステージ5、苦労されている方もいるみたいなんで、なんでしょう、ちょっとガチる感じの編成ですねをやってみたいと思います。でまずとりあえず私ここクリアしたんで、私がクリアした編成でちょっと一回どんな編成で行ったのかだけ伝えておきたいと思います。編成はこれで行きましたね。うん。で、いつも通り、シャイさんでスキルを回して、白鳥さんの状態上とテオさんの究極を回していく感じです。でそれに付け加えてさらにカグラですね。カグラで、ヨダクリティカルダメージ上昇と攻撃速度アップ、そして究極で、また、スキルを回すという感じの、私が最近お気に入りで使ってる編成です。じゃあそれではもう戦力がだいぶ高いのでいけるんですけど、とりあえず、私がクリアした編成でまず行ってみたいと思います。まあ、ちょっと参考程度にどんな感じになるのかっていうのを、見てもらえばいいかなと思います。まあ、戦力を上げればこんな感じでいけますよと。という感じでこんな感じで一応クリアはしました。で、戦力やっぱ高くないと、こんな感じには多分ならないと思うんで、ちょっとガチな編成ですね。で行く編成をちょっと考えてみました。で、前回もなんか違う試練の方で、全く似たような編成の敵のチーム構成があったと思うんですけど、で確かその時はアイリンさんの代わりにアリスが入っていた編成があったと思うんですけど、それも どこの試練だったか忘れたんですけど、前回動画にこっちも上げてると思うんですけど、うん。でここのまあ攻略のポイントですね。まずはやっぱりこのジェーブさん、レイチェルさん、アデルさんが全員やけどを使ってくるということで、やっぱり、ガチっていくんであれば、戦力が低くてガチっていくんであれば、やけど対策でギラハンですね。盾役としてやけど対策でギラハンを入れたいと思います。で、前回はここ、アイリーンの枠に、アリスが入ってて、アリスさんが回復するんで、回復阻害をするために、まあ、オルリーさんとか、あと、無気力のアクセを使って究極を打たせないようにするっていうような編成で行ったんですけど、今回はここが回復役のアリスではなくて、アイリーンさんが入ってます。でアイリーンの方なんですけど、麻痺ですね、麻痺を与えてくる、うん。で麻痺対策として、高級のヘンリーを使うっていう手もあるんですけど、何回かやった感じ、まあ、無理して麻痺対策をする必要はないかなっていう感じだったんで、ヘンリーさんは入れずに、この編成で行ってみたいと思います。これちょっと装備が強いんで弱くします。うん、一応若干装備を弱めにしたんですけど、うん、ただもうやっぱ戦力がどうしても下がんないんですよね。もうマスタリーとかいろいろ新勢力が解放しちゃってるんで、うん。でとりあえずこの編成で行ってみたいと思います。でアタッカー枠にコゼットで、回復役にリナさんで、状態異常を与えるために白鳥ですね。うん、まあ、白鳥さんなしでも全然いけることはいけるんですけど、白鳥さんいた方がやっぱり楽ですね。何回か やったんですけど、うん、なんで白鳥やっぱ持たれてる方は白鳥入れて状態異常を与えつつ倒す方がいいんじゃないかなと思います。でマスタリーの方なんですけど、全部耐久寄りに組んでます。うん、
ちょっとこの辺は、自分のそのアタッカーの、ダメージですね、攻撃力とかその辺を考えてやってほしいんですけど、一応マスタリーこれですね、全部もう耐久寄りにしてあります。まあ、もちろんここコゼット使うんであれば射手型の方がいいと思います。うん、一応全部マスタリーは、防御入りですね。うん、まあ、状態異常は、まあ、ここもあれですね、状態異常やけどにならない感じで状態異常の成功率を上げるのか免疫にするのか、この辺は、自分で調整してほしいと思い、してもらえばいいと思います。やけどになってしまうとまずいんで、うん、やけどになると戦力高くても結構一気にやられるんで、やけどのスリップダメージは本当に痛いです。うん、で立ち回りの方なんですけど、ジェイブさんが、まあ、ちょっとこれ装備とかすごい落としてるんで、あの何も操作せずには負けちゃいますね、うん、装備とかがしっかり整ってる方だったら、まあ、基本何も操作しなくても勝てるんですけど、ある程度装備 これぐらいに装備落としちゃうと避けないとやられちゃうん で、でジェイブさんの方がどこに書いてあったかな、ああ支援型の味方を攻撃する敵を優先的に攻撃しますということで、あの支援型、ああコゼットとか、白書さんとかリナスさんに攻撃が飛んでくる時がありますね。なんで、ジェーブさんが追っかけてきたら逃げる感じで、やっています。じゃあそれでは行ってみたいと思います。勝てるか分かんないんですけど、ジェイブさんが狙ってくるんで、狙われたキャラを逃がす感じでいきたいと思います。あ、これ狙われてるんで逃がします。すげえ追っかけてくるんですけど、逃げる逃げる。あ、今度リナさん狙われてるんでリナさん逃がします。あっとコゼットがやばいな、これリナさん狙われてる。コゼット大丈夫か。あっと白書に来たな、これ白書に来てる、白書さんに来てる、白書さんに来てる。あっとコゼット落ちたな。とりあえずコゼットさん節ついてるんで、いやまたコゼットが落ちそうだ、これ危ない。さあ残りアイリンだけだ。さあ復活が残ってる、まだ時間的にはまだ余裕があるんで、あまだ復活あるのか、そうか2回復活ありますね。うん、というわけで、まあ何でしょう、やっぱ戦力低いければこういった逃げ回るような立ち回りも必要なんじゃないかなと思います。うん、まあ編成他にもいろいろ多分考えられるんで、まあいろいろと試してやってほしいなと思います。まあアタッカーも別にコゼットじゃなくて全然他のキャラでもいいんで、うん。というわけで、まあよかったら、まあギラハンだけはやっぱりある程度ガチで行くんであれば必要なんじゃないかなと思います。うん。まあ普通にこれギラハン例えば外してルディさんとかで行くと多分速攻で火傷でやられちゃうんですよね、多分。
行ってみましょうか一回。多分開幕ですぐ火傷結構食らって一気に自力になる、なると思うんで、これ。これ火傷食らってるんで、もう一気にやられますよね、やっぱり。うん。なんでやっぱ火傷対策が、やっぱ必要ですよね、もう。アクティブスキルでも火傷してくるんで、うん、というわけで、まあ、ガチルンであればやっぱりギラハンを入れた方が多分いいと思います。やけど対策した方が、耐久はできるんで、あとは削れるかどうかの勝負じゃないかなと思います。というわけでよかったら試してください、ギラハン入れて。うん。で、まあ、あとはそうですね、まあ、忘れがちなのがここですね。やっぱギルドショップのこの上の3つですね。フォーディナの力とか、光の力とか、攻撃力とか防御力、HP にプラス 5% のバフがかかるんで、まあ、あとちょっとでクリアできそうとか、そういう状態であれば、ここのやっぱりギルドバフを購入した方がいいですね。うん。で、あとやっぱりなんといっても、まあ、もちろん潜在力とか新生力、そのあたり、宝石、そのあたりは鍛えていくっていうのはもちろん重要なんですけど、やっぱりこのゲーム、装備が一番重要なので、ね、例えばですね、まあ、一番わかりやすく、わかりやすいようにしたいと思うんですけど、まあ、例えばコゼットさん、今戦力7万5千あるんですけど、これ装備外すと、4万4千になるんですよね。3万も落ちるんですよね。装備つけてないと。だから装備がどれだけ、偉大なのかっていうのが分かってもらえると思うんで、やっぱり装備を、強化していく。輝く装備でごとつしていくっていうのがすごい重要。戦力を上げるっていう意味ではすごい重要になります。うん。戦力が上がれば、もう特に何も考えずに結構、クリアできたり、できるようになるんで、うん、やっぱり装備の方ですね、しっかり育てていってもらいたいと思います。で、まあ、装備もなんでしょう、全然鍛えてないキャラクターでも装備さえ付け替えれば一気に戦力上がるっていうのがあるんで、まあ、トリスタンとか全く振ってないんですけど、戦力4万5千しかないんですけど、まあ、装備付け替えるだけで、まあ、だいぶ上がるということですね。うん。まあ、ちょっとパーセンテージとかに割合がなってるんで、まあ、めちゃくちゃは上がんないんですけど、うん。ただやっぱり装備を外すと、まあ、だいぶ落ちるということで、うん。なんで、頑張って、やっぱ装備の方、育てていってもらうといいと思います。で、あとはやっぱり、この、なんだろう、魔法付与も、ある程度厳選した方がいいですね。あの、アタッカーの方、例えば、アタッカーだったらクリティカル率とかクリダメとか、そういったやつ、やっぱ厳選した方がいいと思います。うん。厳選がまだあんまりできてない方もいると思うんで、やっぱり、この辺の厳選することによってダメージとかやっぱ上がるんで、というわけで、まあ、ちょっと参考になったかわかんないんですけど、こんな感じで、ステージ5まだクリアされてない方いたら、まあ、ギラハンですね。やっぱりギラハンを入れて試していってほしいと思います。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。